アンソニー・ガレアは、カナダのオンタリオ州トロント出身の医師、カナディアンフットボールリーグのチーム、トロント・アルゴノーツの専属医を務めていた。アンソニー・ガレアトロントを拠点に活動していたガレアは、独自に開発した PRP 療法で、怪我の回復を3倍から10倍に早めるミラクルマンと称された著名なスポーツ医であった。2009年9月、 アメリカ合衆国のバッファローでガレアの助手を務めていた女性の車から人成長ホルモンなどの違法薬物が発見される。女性の供述によりガレアがアメリカのスポーツ選手に禁止薬物を提供していた疑いが強まり10月15日にカナダの捜査当局はガレアを逮捕した。12月にはアメリカの連邦捜査官もガレアに対する捜査を開始した。 ガレアはタイガーウッズに代表される多数の有名スポーツ選手を顧客として抱えていたため、その逮捕はアメリカのスポーツ界全体を巻き込んだ一大スキャンダルへと発展した。ガレアは2011年7月6日に HGH などの薬物をプロスポーツ選手を治療する目的で無許可でアメリカへ輸送した罪、連邦捜査官に対する虚偽供述の罪などを認め、 同年12月16日に実刑なしの保護観察処分1年の判決額だった。アメリカの4大プロスポーツである NFL、MLB、NBA、NHL はアナボリックステイロイドに対する尿検査は行っているものの HGH の血液検査は行っていなかった。一連の騒動をきっかけに MLB のバドセリグコミッショナーはマイナーリーグで HGH の検査を導入することを決定した。MLB は2011年11月にアメリカの主要プロスポーツリーグで一番早くシーズンオフとスプリングトレーニング中に限定して HGH の血液検査を導入し2013年1月10日にはシーズン中でも抜き打ちの血液検査を実施することで MLB 機構側と MLB 選手会側が合意した。 ありがとうございます。